ブラウンアイドガールズは2006年に結成した韓国の4人組女性アイドルグループであるミスティックストーリー所属。略称はビージブアガル、ブアゴル。公式ファンクラブ名はエバーラスティング。デビュー当初はオアシスや行きなさい、ミスキムなどに代表されるように R&B とヒップホップが融合した新ジャンル、ハイブリッドソウルを特色とした楽曲が多く、また、 ボーカル中心のバラード曲も多く披露していた。2008年からはエレクトロニックブームに乗り、LOVE やどうするなどの EDM を特色とする楽曲を披露している。3月、一週アルバム、You トーリ Story でデビュー。ブラウン・アイシリーズの3番目のプロジェクトとして結成され、デビューまで3年もの育成期間を費やして誕生した。 デビュー当初は顔出しをせずに活動していたが、7月に作曲家ユーミールさんのシングル、ホールドザ・ラインのミュージックビデオに電撃出演し、ヒット曲となる。9月、同年デビューのシーアとのコラボレーション曲、ツーマイ・ラバーをリリース。そして、この年のソウル歌謡大賞で新人賞を受賞する。6月、デジタルシングル、私が夏だの収録曲である。 オアシスフィーチャリングイ・ジェフンがヒットし、9月に発売された2週アルバム、行きなさい、ミスキムにも収録された。1月、1枚目のミニアルバム、With LOVE BROWN イド e GIRLS が発売され、タイトル曲の LOVE が大ヒットを果たし、この年の上半期オンライン総合順位1位曲に輝いた。LOVE はエレクトロニカルなダンス曲で、 今までボーカルに変調を置いていた彼女たちにとっては、初めての挑戦であった。9月、2枚目のミニアルバム、マイスタイルを発表し、より、エレクトロニックサウンドが濃い、どうしてでまたしてもヒットを飛ばした。どうしては、同アルバムの収録曲、U と共に、国内音楽サイトのヒットチャートで、上位圏にランクインした。2009年7月、3週アルバム、 サウンド G がリリースされ、彼女たちはセクシー路線という新たな一面を見せることになる。イミンス作曲のタイトル曲のアブラカダブラのミュージックビデオでは刺激的かつ感動的な内容で話題となる。さらに同曲において小生域ダンスと呼ばれる腰を揺らすダンスが人気を呼ぶ。一、二、三、ファラウェイ。四、五、エブリーボディー。六、七。 八サラン。9、1.2、3.4。10、11、12、ウォッチアウト。13、14、サラン。15、タイミング。1、2、ガイン。3、4、5、6、7、8、9、トライアングル。10、11、12、ハウクッド、アイラビュー。ありがとうございます。